11時6分駐車場です。11時9分登山口です。水が流れています。水が流れていると歩きにくいです。水の流れる道を抜けました。セミが鳴いています。これはお地蔵さんかな。風が吹いてくると気持ちいいです。3合目あたりです。急ですよ。山頂まで40分と書いてありますね。山が見えています。シダがある道です。こっから見えてる正面の山は白木山でしょうね。観の倉山が見えています。電波塔があります。12時1分7号目あたりです。分岐です。山頂こっちですね。面白い道になりましたね。稜線です。日が差し込んでいますね。岩がありますね。太陽の方向に山が見えます。大きな岩があります。もう寺跡に入ってるんでしょうね。ここは緩やかですね。昔は建物があったんでしょう。苔むした岩です。建物があったところでしょうね。12時18分鎌倉寺山の山頂です。標高613メートルです。高い木が周りにあります。こっちから少し景色が見えますね。木がありますね。残念。ここらの岩も寺の名残でしょうかね。12時47分下山開始します。お、明るいとこですね。景色が見えたらいいですね。この岩は展望がありました。いいですね。水の音が聞こえています。登っています。右にネットがあります。おっ、こっちの峰のピークですかね。619メートルと書いてありますよ。展望ないですね。
下っています。ネット沿いの分かりやすい道ですね。こっからまた登ります。稜線かな。道が分かりにくいですね。植林帯になりました。道が分からなくなったから引き返してみます。13時26分ここまで戻りました。どうやらここに道があるみたいですね。赤テープがこっちにあります。道が細くて斜めです。あまり人が通れないんでしょうね。なんとか踏み跡をたどっています。リボンを見てちょっと広い道に出ました。太陽を見て影のある方向、今北の方に向かっているようですね。水流れてませんね。北向きから北西の方へ。たまに古いリボンがあります。ここも水が流れてませんね。あ、薄くは流れてますが、道がこっちです。どうやって渡るの。水が流れています。美味しそうですね。石垣があります。鉱山の関係のもんでしょうかね。大きな倒木を回り込みました。これは道で合ってますね。また谷を渡ります。水流れてますよ。あ、こうなってますね。南の方に山が見えています。さっきのが鎌倉富士山でしょうね。植林帯です。4時1分車道が見えました。ここに下っていきました。ここは車道が交差点で4本あります。ここに城跡があるんですね。一応赤いテープがあります。林道ですが倒木がありますね。ここに石垣があります。14時18分林道下っていきます。14時36分です。麓に降りてきました。14時42分です。城跡入り口の案内がありますね。集会所です。池があります。道が狭くなりました。木陰は助かります。15時20分また集落が見えてきました。正面が白木山です。左に高鉢山が見えます。眺めています。15時36分です。左が東広島への道です。キャンプ場の方に向かって登ります。15時40分です。駐車場に戻りました。